戸田さんがやったの？私もそう、3人いるから、あの3人いてセンターさん死んでるから、トータさんしかないって。本当にの、私初日のやつ見ると、ゆとりオラフが遠くですれ違っててお互いできないっていうのと4人の表現あるんで、そこで浮いてるトータさんだけなんで、そうですね。うん。トータさんやりました。でもトータさんからのが。トータさんやりました。人が死んでんだぞ。自白教養。Nobody, nobody but you. Nobody, nobody but you. チャーピンク。ミーヒーさんさ、すごい体重戻ってたっぽいね。インスタ見ましたけど、これはキャンセルします。竹尾さんの動きが怪しい。茶ピンク黄緑。死んでるわ。え、マジか。わあ、ホワイトニングさんだ。これは白いですね。白い藤宮さん。一応カフェで招集かける前にアドミンで右側に死体がないのを確認してから押しました。偉い。ただね、コミュニケーションサボタージュあったじゃないですか。はい。で、その時藤宮さん何してました？その時はおそらくセキュリティら辺にいたかと。セキュリティの中にいましたね。何してました？セキュリティの中で、あ、カメラそう使えないんだって思ってリアクター見てタスクないかなっていうのを確認してました。いや僕ねアドミン見たんですよ、コミュニケーション直る直前から、はい、でセキュリティ1行って、はい、でコミュニケーション直ったにもかかわらずカメラが光ってなかったのでこれ死んでるなと思って行ったらドアが閉まっててカメラついてなくて、うん、藤宮さんがその中から出てきたんですよね。何してたのかなと思って見てた時に夏目さんはアピールしてましたよね。まあしてましたね、してましたけど、まあ消えたりついたりみたいな感じでした、ね、キルクールタイム稼いでました。まあでもここでホワイトニングボタンを押してるからね、ちょっと白く見てほしいですけどね。うーん、アドミンも覚えてるかセキュリティに見てたなーっていうぐらい、ね、覚えておこう。ないでしょ。覚えておきましょう。覚えておこう。もしかして僕に弁当見られたのやばいと思ってちょっとこう白くなった子みたいな。センターさんはちょっと怖いな。そういう読みじゃないんですか。虚言癖あります、センターさん。今日の今日のセンターさん危険ですね。虚言癖あります。平和なはずなのにセンターさん嘘つかないよ藤宮さん。いや、うん、嘘ついたことないよ。割と長めにセキュリティいてますね。僕もあのコミュニケーション終わった後アドミンへちょっと寄った時にまたセキュリティに一人しといてたよな。そうなんですよね。いいじゃないですか。タスクしないと藤宮さん。あ、そか、ね、タスクしてないのかなって思って。してないんすから。僕ちなみに入れてないっす。自投票でしょ。いや自投票だこれ。これも自投票ですね、これ藤宮さん間違いないですね。黒黄緑離れとくか。いやアドミン行く。
これならリアクターいけるか。黒木緑、黒木緑島。わお。いや本当にね、じいやもう神宮さんがね、なんか、はい、カフェテリア上のタスクやってたんですよ。はい。で、めっちゃ長くて、めっちゃ長くて、こう、どうしたどうしたみたいな、どうしたどうしたって、神宮さん見てたら、なんか、自分が離れるタイミングで、神宮さん、もう、ついてきて、カフェテリア追ってきたんですよ、神宮さんが。じゃあ、いやもう絶対神宮寺さん、本当に、これは。ちょっと待ってください。また誰も死んでないのに疑い合いがちょっとボタンもったいないですから。いや僕からすると、あの右上のだのなんか助けやってたら、うん、終わったら夏目先生がすごい不自然な位置にいるんで、いや違う、あのロラするか、いやもうさもうよくないそういうのそういうのよくない、言葉は必要、言葉は必要。言葉は関係ある。言葉なんていらない。言葉なんていらない。言葉は関係ある、ここ。すみません、1個いいですか。はい、さっき僕、メッドベイ行ったんですけど、でも先端さんも、途中一緒に言われたと思うんですけど、はい、メッドベイの助けやってる時に、ゆとりさんが多分、なんか左下ら辺から出てきたような気がしてて、うん、まあ、視界が狭かったんで、弁当かどうか確認できない。あ、じゃあ見られました？全然出てきてないですね、それ。あれ、ベンさんと一緒に部屋いて3人で、ね、左下の弁当影から開くの見れないかちょっと見てから戻っただけなんで、はい、怪しいな。3人で助けられる。ちょっと旅行練習したんじゃないですか、弁当の。いや、容疑者もいない。片足入ったぐらいかもしれないですけど、確実に体は入ってないです。誰も死んでないのに、なんて、なんて伺い。仲良くレベルが高い。あ、とりあえず神宮さんと夏目さんだけちょっとだけ覚えておこうかな。マジで怖かった。マジで怖い。ちょっとだけ。いや不自然なの夏目さんですよ。いやいやいや、もう自分はいつもね、あのでも手で落ちてますよね。隅っこ紹介したじゃん、ゆとりさんにも。紹介だ何を紹介したの。最初に隅っこ紹介。おすすめだよ。ネタ系さんに入って自分で投票してます。やば。やば。どういう状況？強人が多いね。取れてる。やべえやつしかいねえ。自己申告。黒ね。これは中央寄りに行こうかな。黒茶水色。しゅっ。いや、これ出しちゃうな。エレクトリカ行くか。黒茶水色。黒茶水色オレンジ。誰だそこにいるな。これを積むか。黒茶水色オレンジ。あ、夏目。夏目さん。じゃあ夏目さんが死んでたよ。神宮寺さんが。じゃあ神宮寺さんが。皆さんそばにいたじゃないですか。うん、どうぞ。あ、夏目さんはウェポンで死んでました。ウェポン。それが正しいのであれば、神宮寺さんストレージの右下で一緒にタスクやってたんで。うん、神宮寺さんじゃない。ありがとうございます。そうそう。そこラインできてないですか。じゃあ大丈夫です。あ、4人ぐらいストレージにいたんですよね。ゆとりさんも。ゆとりさんいなかったか。水色、オレンジ、茶色、赤が、ストレージにいました。閉じ込められてましたね。多分無理っす、この4人は。そう、だからこの4人はこの犯行は無理な。で、オラフさんもエレクトリカル周辺にいたから。あ、オラフさん最後私。そうっすね、左の方に。その前にやってたら、一応いけなくはないですけど、ウェポンキルしてメッドベイからのエレクトリカだったらいけなくはないですけど、まあ厳しいでしょうってことで。かなり多いです。
で一応私右行ったんですけど、まあ、キルクールの問題からまあそこでまあ無理ってこと言えるし、うんそうですね、まあ、当然その時点でまあないっていう、まあ、当たり前なんですけど、で右でぐるーって行ってって感じですけど、まあその時何もなくて、でまあストレージでみんなと合流してって感じですけど、ゆとりさんもまあ、あ、私は誰にも会ってないんで、どういうルートで行きました？最後にオラフさん、センターと最初別々になってからオラフさんに会って、うん、でセキュリティ見てでオツになったんでそっちに歩いてってるんですけど、誰にも会ってないんで証言は誰とも取れてないです。あ、さあ多分難しいな。で藤宮は停電を最速で直してオラフさんがそれを確認してくれてると思ってて、その後、エレクトリカルのタスクやった後セキュリティでカメラ見てて、センターさんがアドミン、いや、あのアドミナ編の通路からストレージに向かうのを確認した後はメットベイいました。俺そのエレクトリカルによる藤宮さんは見た。メットベイ行ってるんだったらゆとりさんと会ってないのかね。会ってない。センターの後に出てるね、メットベイだったら。もうじゃあ話しますか。全員でボタン押しましょう、うん、はい、会議ボタンね。いけないな。はい。あ、落ちました。はい。おはようございます。はい。さっきの最後の。ジミアさんの最終位置がメットベイ。メットベイです。ひとりさんがセキュリティです。O2 向かったんじゃないですか。あ、セキュリティで O2 向かってる廊下なんで、ほぼセキュリティっていうのがセキュリティです。カメラ見てたんですね、直前まで。カメラ見たんですけど、カメラ誰も映んないで、すぐ動いてるんで。カメラが光ってることを確認した人いますか？カメラ途中光ってたような気がするけど、どこで見たかまでは覚えてない。ごめんなさい。覚えてないな。まあでも、難しそうな気がするってなると、トータスさんのセルフレポート？そんなことあるか？ストレージで無理なのが、センタンさんとジングジさんと、私、竹尾さん。竹尾さん。あ、竹尾さん。まあ、多分その時刻ぐらいにキルが起きてると思うんで。うん、逆にそのタイミングだったら私、オラフさんとロアエンジンで会ってるんで。そうですね、ゆとりさんは多分無理だと思いますね。うん、もう無理。お互いに白は無理。オラフさんしても無理か。セリフが。はい。怖いか。ちょうど閉まったんで、扉が、ストレージ側の。竹尾さん、エレクトリカル入りましたっけ？入りました。ソニキさん、竹尾さん見ました？エレクトリカルで。エオさんは、私、エレクトリカル行ってないですね。行ってないのか。神宮寺さんと。はい、右回りで行って、はい、竹尾さんが多分一番最初の奥に入ってると思います。うん、で、O2。あ、オラフさんだ、オラフさんだ。エレクトリカルのタスク一緒にやってたの。エレクトリカル。はい。オラフさん視点、もう一人誰、僕と誰がいました？挟まってた時ですか？エレクトリカの中です。あ、中？大津向かう前。あれ、竹尾さんだったっけ？あ、でも他にいないんだった、竹尾さんか。竹尾さんとホログラムセンターさんと神宮寺がその時いました。じゃあ、現状セルフが濃いっていう感じですかね。俺、まあ、誰にも会ってないから、なんとも言えやんけど、うん、誰にも会ってないやったら、レポートせんやろっていうのもあるんやけど。うーん、まあ行かないった。今日の決戦方占い第1位は、ごめんなさい、おマイナスのあなた、おマイナスのあなたは白い帽子をかぶってるおじさんに睨まれて競馬のチケットを買わされちゃうかも。神宮寺さん、あ、誰だっけ今、あ、青だったっけ。神宮寺さん誰だっけ今、メットベ。あ、怖い。
ここはね、下のね、この通路を通ると死にやすいんで、上から行きます。ゆとりさん、あ、ゆとりさんだったかな。ゆとり神宮寺竹雄、ゆとり神宮寺竹雄。死んでいる。あ、ストレージで、光ったんですけど、藤宮さんですね。ストレージ死亡確認で。もうちょっと詳しい場所は分かりますか？中の。ガソリン付近です。真ん中、左、ちょい下ぐらいですね。そうですね。ちょっと光って押したって感じ。見ればよかった。神宮寺さんはアドビンから上と下どっち行きました？いまして、で右側通ってシールドのタスクで最終位置なんです。でその時に光ってないですね。そのタイミング光ってないであれば、私その後上のウェポン通ってセンターとすれ違ってるんで、センターも犯行不可かなと思います。いやでも左の給油のとこだと、あ、僕のルート光るんですかね。あの僕あのさっきストレージアドミンっていう風に給油した後にアドミン行ったんですけど、でアドミンでなったって感じでレポートその時したいなかったんですよ直前、はい、でその時にすれ違ったのがアドミン入る時にすれ違ったのが神宮寺さんなんで、僕目線ちょっと神宮寺さん怪しめなんですけど。他はちなみに疑われてるトータさんメドベーに閉じ込められて出た瞬間に竹雄さんに会ったかなっていうぐらいです。はい、あ、私竹雄さんとアッパーエンジンで会ってます。はい、一緒に閉じ込められてたんですけど、竹尾さんには殺されなかった。竹尾さん無理だな。僕、その後すれ違ってるから。そうですね。ゆとりさん、もう難しい。いや、俺怪しいな。ブラフさんがアドミン最後にいたのは、竹尾証言できますんで、その前の行動がまあ整合性取れてるんだったら。うん。あ、トータスさん、その前の行動はメドベイ行く前ですか、はい、メドベイ行く前どこ行ってたかな、カフェテリア側から行ったんですよ、メドベイ。その前は、最初私、カフェテリアの下の方で一緒に通って、アドミン見た後、ストレージからエレクトリカル行って、で、ストレージ戻って上からまた行ったかな。多分メドベイの方で。で、メドベイから左へ行ったあたり。もう一回話して、はい、じゃあ僕押してますわ。全員電話しましょう。はい。はい。トータスさんがエレクトリカルからメッドペイの移動は全然あり得る。神宮寺さんは初手の動きが一番怪しいでしょ。ローラーでも行くもんね。押し負けた。押しちゃった。押しちゃった。神宮寺さんは、はい、あのオラフさんの証言に対して反論は、いや反論というよりは、うん、わかんないですね。その結局アドミンで、多分カメラもついてたので僕はアドミン出るときに、でその時トータスさんとすれ違っていて、で、うん、下右側の壁沿いにシールドの方に向かっていったので、オラフさんとすれ違った、多分僕マップ開いてたのかな、オラフさんとすれ違った記憶がないんですよね。ちょっと僕正直オラフさん怪しいなと思ってたんで、はい、なんか神宮寺さんがちゃんとなんかオラフさんがやってますみたいな感じだったらそっち乗りたかったんですけど、そうでもない感じですか。オラフさんなんだ。全く分かんないです。ただシールドのタスク終わってすぐのレポートで、ゾニキさんが藤宮さんがストレージなくなっているということなので、多分めちゃくちゃタイムリーだと思うんですよ、あの辺が。なのであの辺でストレージにいる僕、まあ、通過したことのある僕とオラフさんでゾニキさんのセルフっていうところの条件以外多分なさそうですよね、この感じ。トータスさんを見てないですか、はい、アドミン付近めちゃくちゃ人がと行き来してたと思うんですけど、トータスさんと会った人はいないですか。アドミンで直前でトータスさん見てます。あ、見てるんだ。はい、トータスさんが上行ったかどうか分かんないんですけど、どういう風に、あ、僕アドミンに出て下行くときにアドミンのカフェ方面にいた、向かってんのかな、ごめんなさい、ちょっと神宮寺さん視点観光可能なんじゃないですか、トータスさん。あ、その時にやっていればってことですよね。そこに来るまでにやってれば可能だとは思いますね。カメラを誰か、その時誰か見てましたよね、セキュリティついてたんですけど。僕ちょっと見ましたね。
その時多分、はい、そのちょうど僕と、はい、あのトータスさんがすれ違うアドミンの前のトの字のところカメラがついてたんですけど、ちょっともう一回押します、はい、その時ね、オラフさんがねタスクしてるような感じには見えなかったんで、僕タスク全部終わってるんですけど、オラフさんタスク終わってるのありえないと思うんですよ。 どこですか、給油ですか。いや、全部のタスクです。全部全部のタスク。大島健だよ。連打です。いや、俺も連打してるのよ。整理すると、はい、トータスさん、全員の証言が死んじゃったトータスさんが初日のキルのセルフレポートが一応、怪しいっていうの、はい、と、ジングリさんは一応夏目さんとの、夏目さん視点、ジングリさん怪しかったって、まあ薄いですけど、それは薄いけど、と、2個目のキルが一応可能な範囲だった。で、オラスさんは、神宮寺さんの一方的な目撃証言をしていて、竹雄さん視点、オラさんの動きが怪しいってことで、はい、真面目に O2 の上の方を直しに行こうとしたら疑われてる。悲しいわ。多分時系列で言うと、トータスさんの後にオラフさんが通る流れになると思うので、トータスさんがやっていたのであればオラフさんは見えてるはずだと思うんですよね、二郎じゃない限りは。神宮寺さん視点じゃオラフさんが怪しいと。どちらにしてもその流れだとオラフさんかゾニキさんのセルフですよね。だってトータスさんが仮にやっていたとしても、オラフさんは多分それオラフさんがレポートをするはずなので、その位置にいたのであれば。いや、僕最初アドミンですよ。給油通ってた時、給油通ってアドミン行ったって、うん、アドミン行って死体なかった、それ通ったと、給油してる時には死体なかったんで。アドミンで何してました？アドミン到着した時になりました。アドミン到着した時になったっていうことは多分僕が言った通りだと思います。時系列がこれ、オラフさんタスクってないんじゃないの？じゃあ竹山さんとオラフさんペアで、僕とトータスさんペアでいかがですか？いいよ、いいですけど、はい、トータス終わってるんで、3キルだけ気をつけて、はい、追放でもいいですよ。僕はちょっとあんまり絞れてないですけど、いかがですか？うん、僕も絞れてないんで正直皆さんのタスクが頼りですね。いやー、むずいなこれ。トータスさん、お互いに、いや、お互い一緒に近づく感じで。オラフさんはもう好きに。タスク進んでるんだよな。怪しくね、急にむずいな。タスクが進んでねえけど、エレクトリカル行くか。エレクトリカル行き先がいいよね。アドミンでトータスさんがキルしてました。はい、はい、俺むちゃくちゃ直して左側で誰かいたとなんか見てましたよね、多分プシャって。どなたが来たのかあれなんですけど、あ、ゆとりが見てましたよ。あ、ゆとりさん見てましたよね。だからゆとりさん目線、私かトータスさんがキルしてたっていうのを見てると思うんですけど、いやもう本当に動いてたのはゾニキさんでしたけど、
でもそんな明確にこの人がやったみたいなモーションは見えてないです。なるまあ、でも重なってたんですね、センタンさんと私。私視点だと、センタンの死体の上にゾニキさんがいて、トータスさんは重なってたから、いたかいないか分かんないですけど、トータスさんもいたってことか。あ、そうです、そうです、いました。え、トータスさんがやったの？私も3人いるから、あの3人いてセンターさん死んでるから、トータスさんしかないって感じで。私、初日のやつ見ると、ゆとりオラフが遠くですれ違っててお互いできないっていうのと4人の表現あるんで、そこで浮いてるトータスさんだけなんで、そうですね。うん。トータスさんやりましたか？トータスさんからのが。トータスさんやりました？人が死んでんだぞ。自白強要。ストレージの給油のあれも佐藤さんのセルフじゃないんですか？それは違うんですよ。給油の際はゾニキさんじゃなかったですか？あ、ゾニキさんですか。はいはいはい。人が死んでんだ。いやまあ佐藤さんかな。神宮寺ですけど、佐藤さんとオラフさんどっちも、オラフさんが怪しいのであれば、佐藤さんがあの時やっていて、オラフさんがそれを見過ごしたっていうことも考えられるので、トタさんに入れます。うん、俺じゃないよ。いや、今言うんかい。そう、私もさ、神宮寺さんの発言に乗りますね。オラフさんちょっと怪しんでます。お疲れ様です。お疲れ様です。うまいっすね。これはちょっとネタバレなしでお願いします。はい、お願いします。これはなかなか面白い展開に、なかなかね。こっからですね。これそういうホイソツ狂乱はするのか。俺びっくりした。そういえば先端さんがホイソツ。あ、もう僕タスク終わりました。オラフさんどこ行ったんですか？オラフさんどこら辺に。ってことは左アッパーエンジンとかローアエンジンとか残ってたんで、そっちやってました。アッパーローは2人いましたよね、行った人。もう1人誰ですか？え、もしあと私の見た時にアッパーに1位でローアにも1位いたんですけど、ローアは僕ですね。え、竹尾さんがオラフさんを疑ってるから。オラフさん、はい。え、僕はい、高原さんか。オラフさんとコンビ組んでたはずなのにオラフさん勝手にどっか行っちゃったんですけど。あ、もうタスクしようと思って。それはダメでしょ。ちなみにごめんなさい、私の質問に答えてほしいんですけど、いやー、これアッパーロア1位いたの間違いないと思うんですけど、多分アッパーまで竹尾行きました。竹尾さんアッパーともう一人がオラフさんですかね。はい、多分そうなると思います。私左辺一切行ってないです。ゾニキさん左辺一切行ってないですか？一切行ってないです。いや、今一人連れてる状態だと思うんで、はいはい、ちなみに誰、神宮寺さんがやられてるんですよね。はい。神宮寺さんの死体見た方います？あ、そうか。俺エマージェンシーなんで。はい、私見てます。私セキュリティ最後つけて、はい、ウェポン上で死んでるのを確認してます。なので今確認した証言だとゾニキさんだけしか右行ってないんで。あら。マジですか？オラフさんってどこからカフェテリア来ました？え、僕はアッパーエンジン、ノーアエンジンって相馬行って、で、アッパーエンジンの方でずっと閉められて、壁閉められてて、あらあら。で、カフェテレ行こうと思ってもまた壁閉められててって感じで、結構カメラ閉められてて、よく見てたなカメラ。話の出し方も上手だったな。カフェテリア、アッパー、ローアで、また戻ってアッパー、カフェテリアって感じで行きました。これはゆとりさんナイスだな。そう、ゆとりさんの言葉新人だったゾニキさんだよな。ゾニキさんの身内切りだった。いやー素晴らしいじゃないこれは。アドミン見てるし、セキュリティ最後見てちゃんと確認してるんで。終わってくれ。
すごい。ナイスカメラです。バレとるやないけ。ナイスカメラ。おかしいじゃないの。すごい。ナイス。ライン切りわかるんだ。すごい。ゆとりさんよく盛り返したら、多分ゆとりさん見てなかったらもう多分普通に負けてました。身内切りが。見てたから。鬼のような身内切りされて、あのそれ自体は作戦で全然ありやと思ってたからいいんやけど、違う、俺否定してさ、あのじゃあなんかゾニキさんとどっちかっつったら一人釣れるっしょって言われたら終わるなと思って、怖い怖いと思ってもう笑うしかできやんかった。いやそれはいい判断だ。ワンチャン三決いけそうかなと思って切るしちゃってって思って。たんですけど、で、まあ、で身内切りに切り替えて強くなろうと思って、うまいなと思って、うまいな、俺が最善のフォローは何なんやと思って、すっげえ頭使ってた、むちゃくちゃ頭使ってた、みんな正解だったな。結局そのストレージでなくなってたっていうのはどういう時系列だったんですか。私が右下でキルして、で、はい、アッパーエンジンで武雄さんと会って、でもう一回ストレージ行って、で、セルフレポート。実際セルフレポートだから、オラさんが給油してた時に僕は死んでたんですよ。オラさん、ごめんなさい。神宮寺さんも通ったんですけど、うわ、それ全然気づいてない。全然気づかなかった。そうなんですよ。もうバチバチにオラフさん疑ってた。いや、申し訳ないです。いや、僕もレポート気づかなかったんで。いや、そうだったんですか。右下。俺も割とセルフを避けたんやで、俺、夏目さんキルした時。あの、ウェポンでキルして、一回カフェテリアからメドベーぐらいまで行って、オキシデンが鳴ったから戻って、あ、この流れで発見した流れにしようって思ってやったんやけど。結構立てたんだ、そっち。立てたんだ、うまい。発見され、したのに、恐ろしい勢いで疑われ始めたから、怖い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 。運が悪かったですね。悪かったなぁ。右側に行ってなかったね。すごい。いや、神宮さん申し訳ないです、本当に。もうね、死ぬまで疑ってた、神宮さん。当たるだけで。最初のあれ、なんだろう、本当にお互い疑い合ってたな、無実で。いや、ま、いや多分夏目だけ。僕は本当に、タスク終わったら夏目先生が変な位置にいるんで。これ自分の配信見てくれればわかるんですけど、これめっちゃ神宮さんがカメテリを追いかけてくる、ズリズリみたいな、そう、何やってんだあなたみたいな感じで、じりじり詰めてたんですよ。ああ、本当に追いかけたんだ、そこは。本当に追いかけました、それは。そしたらボタン押しちゃったんで、ああと思って殺意を感じて違う、あの、キルの距離の入らない範囲で追いかけたんですけどね。いや、怖かった。あ、竹雄さんすいません、あのタスクのやつ、はいはい、やり行こうとして多分別にすいません自由に動いてって言ってたんで普通に行った。いや、こっちがミスだったんでこっちもとごめんね。こう見失う。いや、GG でした。いやーすごかったなー、身内切りすごかったな。いやすごい、うん、ね、ゾニキさんも白起きしちゃったわーね。いや本当にゆとりさんの後情報出すタイミングが、うん、もうちょい早かったらゾニキさんも別のとこいたって証言してただろうし、うん、いやもうそれしかないと思って。いやうまい、みんなうまかった。逆にでもアッパーフロワーの人がなんか何も悪いことしてないのに出てこないのが怖くてあー左辺行ってないとか言わなかったもんかもしれないな。ポンコツが夏目だった。俺とか言ってみんなうまかったですよ。鳥さんがすごいな。最後の最後でもう 0.1 秒ぐらいで見れてた。ええー、すごい。本当にもうさっきの差で見てたから、それなかったら全然分かんなかった。いい試合だったな。ナイスゲームでしたね。いやナイスゲームない。マジで反省するとこ多分ないですね。うん、あの位置がわあすごいな。あれも釣らなくてよかったですね。あの3人ぐらい容疑者いたときに。うん。トーカンさんのダブルペアもすごいナイスアイデアで。うん。いやでもゾニキさんと全く多分誰も考えてなかったんじゃないかな。いやー、見事です、ね、入ったらと。ね。うん。絶対なと思って。なんなら本当カメラ見てなかった多分オラフさんが多分釣られて。たかな多分。そうですよね。ゆっくりさん。あれもナイスだった。いや見事ですね。いやカメラすごいな。